サーロバート・ピール第一次ピール内閣は、1834年12月から1835年4月まで存在した、イギリスの内閣の一つ、第二代順断尺サーロバート・ピールが首相を務めた。国王ウィリアム4世は、第二代メルバーン主尺を罷免した後、保守党の初代ウェリントン公爵に、組閣の対面を下した。しかし、ウェリントン公爵はこれをし、わりとして、 サーロバート・ピール順断尺を首相に推挙した。この時ピールはイタリア旅行中だったため、帰国までの中継役としてウェリントン公が首相職を引き受けた。12月に帰国すると、ピールはウェリントン公から首相職を引き継ぎ、内閣を成立させた。国王の意向を受けた、ピール首相は12月30日に議会を解散し、1835年。 初頭に解散総選挙を実施した。保守党はある程度議席数を増やしたが、これを受けて、ホイック党党首メルバーン支社区は野党の共闘体制を強化。その結果4月のアイルランド協会税法案採決で、与党は敗北し、内閣は総辞職を余儀なくされた。メルバーン支社区が後継内閣を成立させた。ありがとうございます。